皆さん、こんばんは。今日は2022年9月27日火曜日です。安倍元総理の国葬。えー、今日は行われていましたが、ご冥福をお祈り申し上げます。今日のテーマですが、中国の総書記の選挙について、習近平の続投。 中国には総書記の選挙あるんですよ。これについて話をしたいと思いますが、まずニュースです。一つ、米国の副大統領、ハリスさんは日本に行って国葬参加のためですが、26日の夕方、東京に到着されて、岸田総理と会談しました。台湾海峡の安全について、それと中国の行動にも批判しました。岸田総理は言いました。 元安倍総理の方針を実行し続けます。日米同盟の関係を強化すると言いました。そして北朝鮮のミサイル発射事件についても、拉致問題についても話をされていました。次ですに、フランス大統領マクロンさん、12月1日、米国へ訪問すると発表されました。バイデンさんが大統領となって、初めて正式的に国賓を 迎えて晩餐会の開催となります。二人の会談は数回ありました。最後の会談は先週ニューヨークで開催されて、国連大会でウクライナの問題について二人は話をしました。12月の訪問のスケジュールはまだ決まっていないですが、イラン、ウクライナ、インド、太平洋での付き合い、そして中国の議題もあるでしょうと言われています。 イギリスは、e、EU から抜けて、フランス、イタリア、ドイツが、e、EU のリーダーとなりました。バイデンとしては、e、EU との付き合いを強化したいという姿勢ですが、つまり、アメリカと EU の関係ですね。これからは、どんな関係でしょうかと、注目をされています。ヨーロッパには、小さい国が多くて、みんな集まって、一つにならないと、アメリカと対抗できないんですね。次です。3 米国元国務長官、ポンペオさん、台湾の東苑、桃園の国際空港に到着されました。4日間の訪問です。台湾側は関係式を挙げました。高尾で台湾の企業の代表と会談する予定です。蔡大統領とも会談する予定です。今年は2回目の訪問です。次です。4 アメリカのホワイトハウス報道官、9月26日に発表されました。バイデンさんは家庭の都合で、11月18日から19日、タイで行われるアジア太平洋経済協力首脳会談には参加しませんよと、副大統領ハルツさんはバイデンさんの代わりに出席しますよと発表されました。バイデンさんはそれまでに11月15日から16日、 パリ島で G20 首脳サミットに出席されますので、まあ、本来の予定としては G7 サミット首脳サミットが終わってそのままタイに行くところでしたが、しかし今回は行かないとなりました。情報によりますと、バイデンさんはですね、G20 で韓国の首脳と会いますので、その後アジア太平洋経済協力首脳サミットに行っても意味はないと。 なので、もう行かないと決めました。やはり79歳ですので、体力的にきついですね。でも、彼ははっきり言えませんので、家庭の事情を理由にしました。次です。5、ドイツのシルズ首相、サウジアラビア、アラブ首長連邦とカタールへ訪問しました。定年ガスについて話をされましたが、アラブ首長国連邦側は12月までにドイツに 13万7千立方メートルの天然ガスですね。送りますよと輸出しますよと。そして来年同じ量のガスを5石分、船5石分を支給しますと約束しました。両国はエネルギーの協定について話はうまくいかなかったらしいんですよ。シル収書の訪問はあまり成果はなかったということです。13万7千立方メートルの分の天然ガスですが、船1石分ぐらいですね。 あんまり意味はないんです。まだシルツ首相は帰国してコロナに感染されていると判明されました次です6イギリスの外務大臣クレバリーさんですね就任されました9月26日に日本に行って安倍元首相の国葬に参加されてから韓国とシンガポールへ訪問に行きますイギリスは太平洋地域において 最も信用できる友達と思ってほしいと発言してから出発しました。次です。7。9月26日、中国の報道ですが、米国のトリポリ、教州洋陸間ですね。南シナ海で約10日間ほどパトロールしました。シンガポールにも訪問に行きました。それから沖縄岸に帰りました。この船はですね、本当に大きいんですよ。 1700名ほどの兵士は搭載可能です。そして今年4月 F35 戦闘機16機搭載した状態で動いていました。次です。8、韓国側の情報ですが、9月26日の午前、荷物をいっぱい積んでいる列車ですね、中国の丹東から北朝鮮に行きました。今年4月29日からですね、一時的に列車は停止しました。当時は コロナがひどかったです。中国はですね、担当の港にはですね、まあ、川ですが、そこに扇風機いっぱい設置したんですよ。北朝鮮に飛ぶと。本当におかしかったですね。約半年ぶりに再開されたということですが、これで判断できるのは、中国は北朝鮮への新貿易は再開しました。次です、Q。イタリア首相の選挙が終わって、初めての女性ですね。 首相が登場となりますが、とても強いんですよ。中国の拡張に対抗する。中国のシルク労働の施策に批判しました。我々は参加しませんと発言しました。それから台湾海峡の問題について批判をしました。EU 連盟として台湾海峡の安全についてももっと発言すべきです。戦争を避けるように努力することです。それから中国に対して 警告しました。中国にとって EU のマーケットは大事ですよねと、中国の商品をたくさん買っているんですよ。もし台湾に侵攻すると、我々 EU として中国の商品はに対して輸入禁止ですというふうに力強く発信されました。G7 中国の中にイタリアは積極的に中国のシルクロードプロジェクトに参加しました。でもこれからは変わりますが。 今ですね、女性の方が本当に強いですね。例えば、日本の高橋さんでしたが、まあ、当時ですね、本当に力強く発言されました。次です。10。オーストラリア最大の投資銀行、マ、ま、ッ、あ、コリーという銀行ですが、あるレポートを発表されました。今年、中国の貿易の黒字は1兆米国ドルでしょう。でも、今年1月から8月、 外貨ですね。地局に持ってからない現象が起きています。今年の第一四半期は外貨ですね。これは後で説明しますが、外貨を地国に送金されて、現に換金されるという率ですね。50%です。でも、8月となると36%になりました。つまり多くのお金は地国に流れていないんです。商品は売れました。輸出はしました。 でもお金は中国の国内に流れていないんです。多くの会社は外貨ですね。外国の銀行に置いとくと。原因としてはドル高、円安になっていくでしょう。そしてしばらくをですね、ドルを持った方がいいでしょう。そういうふうに分析されました。これはですね、違います。 言われていませんが、真実で,ですね、以前の動画でも話をしましたが、中国ではですね、商品を輸出しました。例えば、100ドル売れました。20ドルだけ送金してもらうんですよ。残りの80ドルですね、外国の口座に置いてもらうんですよ。つまり、中国の外貨の輸出が続いているということですね。まあ、これはずっと言ってきましたが、去年から中国の貿易はですね、黒字なんです。 でも、外貨の準備高ですね、ずっと減ってるんですよ。今年8月、中国の外貨準備高ですね、3.05兆ドルです。毎月1.5%ほど減っている状態なんですよ。でもですね、貿易は黒字だと報道されていますよね。これはおかしいんですよ。例えば、2019年ですね、クロナの前ですが、4兆ドル弱でした。 今は3.05兆ですね、ドルです。なので、かなり違うんですよ。実はですね、中国の貿易はそんなに良くないっていうのもそうですが、そして外貨の流出は本当にひどいんです。みんなやはり自信ないんですよ。外国に行こうっていうことですね。次です、11。9月23日。 中国のこの女性ですね。まあ、当鎮用ですが、父さんですね。まあ、これは、えー、これは話をしますね。お父さんが亡くなったんですよ。この方は、まだ覚えていらっしゃる方はご存知でしょうか。この女の子ですね。2018年7月2月4日の朝ですね、まあ。父さんはですね、上海の習近平の肖像に向けて、罪をかけたんですよ。この女の子はですね、写真を見せるのは、 この女の子は正常ですよと、精神的に普通の子ですよっていう意味ですね。まあ彼女は言いました。独裁に反対する、洗脳に反対すると言って、罪をかけたんですね。その後、彼女は逮捕されたんですよ。精神病ですよねと診断されて、精神病院で治療を受けました。1年半後ですね、退院されて、あの言葉がおかしくなったんですね。もうパパとか、うんうんしか言えなくなったんですね。 そして目が動かなくて、行動が変です。そしておむすが必要なんですよ。つまり、一人で生活ができない状態になったんですね。これは去年とかの動画で話をしましたが、湖南省、彼女は湖南省の方ですが、湖南省の人権活動家でですね、お父さんの遭遇について発信されました。9月24日ですね、家族の方は刑務所から連絡が来て、 刑務所にいたんですね。お父さんのまあ、父さんのお父さんですが、当健病さんですね。亡くなったと。家族の方は刑務所に行って、お父さんを見てですね、全身傷だらけでした。そしてお尻からそういうあの赤いものですね、出ていましたと。家族の方は遺体の、えー、そういう解放ですねあの、要求しましたが、いいですよと言われて、 でも帰ってから当日ですね、あの、もう燃やされました。そして、骨をですね、家まで届けてくれましたが、家に行わはダメですよと、早くそういうお墓に入れなさいと、命令されました。まあ、父さんはですね、精神的に、まあ、これは話なんですが、まあ、聞いた話なんですが、父さんはこの女の子ですね、精神的におかしくなってしまって、 お父さんとしてはやはりショックですね。受け入れることはできないんですよ。それでガソリンを持って政府のビルにいたんですね。でも途中で止められて有罪判決3年間です。まあ、今はもうね、亡くなったんですが。そして今日のテーマですが、ピッキンは緊張の雰囲気です。ピッキンへの出張もできない状態ですね。 公鉄にしても飛行機のチケットはない状態ですね。でも、売り切れと表示されていますが、北京から出ることもできない状態です。難しいです。天津から北京にしても難しいです。10月1日、建国記念日の休みも、北京の出入りは難しい状態ではあります。チケットがないんです。でも、中国は大体ですが、大きな会議を開催するときに、このような雰囲気ではありますので、 タコさんの用人はみんなピーキーに向かっていくんですよ。外国では噂が流れていますが、今日の午前中の動画で話をしましたが、習近平が軟禁されて、新しいチームが登場されました。例えば、国民党ですね。元総書記でしたが、軍の主席となり、そして今の李総理は総書記となりますと。まあ、これはですね、ありえませんので、国民党はありえません。 体があんまり健康ではないんですね。そして彼は軍を指揮したことがないんですよ。当時、江沢組の権力がやはり強かったですね。そしてリーソーリーはボスとなりますが、でも彼はですね、習近平と能力ですね。同じレベルですので。そして古春華ですが、もっとありえないですね。噂では古華副主席。 秘書、初期の秘書長官。まあ、つまり官房長官ですね。それから軍の副総書記ですね。これはありえありえませんので、国家副主席と軍の副総書記というのはありえませんので、同時に就任することは、まずはないんですね。まあ、そして、クーデーターについてですが、西洋側はですね、よくこの言葉は使うとしようと思いますが、中国共産党というのはですね、クーデーター、起きたことがないんですよ。 モータクトが死んで4人組が崩壊しました。このことをクーデターだと言われていますが、まあ、クーデターというのはですね、下の人間を、上の人間をですね、転覆したと言いますが、まあ、当時ですね、中国のカー国宝、中国の第一総書記、兼国会の総理です。まあ、彼はですね、カーさんですが、彼は中国の最古の指導者でした。モータクトが死んで、 彼は4人組を逮捕しました。4人組の中に毛沢東の元愛人。でも最後は、えー、結婚しましたが。つまり彼女ですね。後生ですが、毛沢東が死んで奥さんが大変です。これはですね、中国の政治体制、これで少しお分かりいただけると思いますが、もう本当に大変なんですよ。もし失脚するとですね、もう消えてしまうんですよ。毛沢東の奥さんですら大変なんです。 でもですね、当時、クーデターではなかったんですよ。カーさんですね、カー国宝ですが、彼は当時最高指導者でした。下から上の権力を転覆したわけではないんです。転覆したというのは、クーデターですね、あったんです。国民との時代でしたが、西安事変があったんですね。西安事変。あって、あれはクーデターでした。まあ、これについて、まだ機会がありましたら話をしますが、 国民党の体制ではあります。でも、中国共産党はですね、自分自身が反乱を起こした政権ではありますので、クーデターに特に詳しいんですよ。権力の管理もとても上手ですね。習近平はこの数日間出てこないのが普通なんです。まあ彼はですね、長い期間出てこなくてもいいですし、これはですね、我々は独裁者のわがままと言います。 ま、彼はですね、例えば、あの、2021年、コロナの初期とか、も想そでしたが、彼は行方不明1ヶ月ぐらいあったんですよ。でも、ね、その後出てきましたが。まだ、大事な大会の直前であればあるほど、もっと、そういう管理ですね、危機管理が厳しくなってきます。これはですね、クーデターが起きる条件が必要ですので、例えば、怠けることですね。あるいは、危機感がなくて、 あの皆ダロンとします。それはクーデーターが起きてしまうんですよ。まあ、今回は100%とは言いませんが、でも可能性は近いです。ゼロに近いです。ただしですね、理論上、もし仮にですね、習近平は軟禁されました。新しい政権は誕生されました。すぐに世界へ発信すると思います。そして国民に報道するんですよ。 例えば、我々は新しい政府ですよ。習近平は悪人ですよ。処分する。そういう発言はすると思います。それから全国で全てのメディアを管理すること。自分の言うことだけを放送してもらうとか。そして、目的というのは、やはり国民に支持してもらうとか。そして、大事なのは、外国に支持してもらうことが大事なんですよ。もうここで、外交の方針を出します。そして、笑顔で説明するとか。 そういう行動はすす。ると思います、まあ、もうすぐですが、10月1日、建国記念日ですので、彼は習近平出てくるでしょうと思います、まあ。中国共産党ですが、総書記の選挙はありますので、中国の国営テレビ、報道されました。習近平の方針に支持する全国の2296人を選出されました、まあ。これはですね、スローガンですので、無視していいと思います。 本当に習近平に対して支持するかどうかは分かりません。これらの人は選挙を得て選ばれたと報道されています。でも条件があります。習近平の新時代、新しい時代の方針に支持すること、そして大事なのはですね、党の検証、党の利益、党の地位を守ることですね。習近平はそういうことはやっていないんですよ。党が今、 大変です。習近平は独裁者ですが、組織が大事ですね。そして、選挙という言葉はなかったんです。まあ、臨旋と言いますが、臨戦と言います。意味としてはですね、慎重に選ぶという意味ですね。つまり、中国の選挙というのはですね、長老、先輩、先生たちですね、人を選んでいくということなんですよ。2296人というのは、党の代表です。 第20回人民代表大会に参加されて、この中で約200人前後までですね、党の偉い人たちに選ばれていくんですよ。この200人前後ですね、あの人間はですね、中央委員となりますので、この200人前後の人間らはですね、すぐに第1回目の中央委員会、会議を開催されます。 これがですね、私は前の動画で話をしましたが、一中全会と言います。この一中全会であることしかしないんですよ。中央政治局、中央政治局常務委員と中国の総書記がここで決め,、まあ、決めるんですよ。中央政治局は25人です。中央政治局常務委員というのは7人ですね。そして中国の総書記は独裁者ですので、 一人だけですね。この2296人の中に、習近平が入っているんですよ。まだ習近平の兄弟も入っていますので。中央テレビはこの情報を発信されて、外国ではですね、習近平は軟禁されたっていう噂のことに対しての返事ではありますので。現在ですね、内部の闘争は激しいと思います。大事な会議ですので。そして、もうすぐですが、 中国の建国記念日、今回は普通の日ではないんです。当日ですね、習近平の行動、みんなの表情、ある程度は見ると思います。まあ中国のリスクというのは、クーデターではなくて、習近平の続投というのは一番のリスクなんですよ。もし彼が続投となってしまうと、中国の総書記ですね、誰になるか、そのルールが破壊されてしまいますので。 まあ彼はですね、即答を狙っているから、中国は現在、無茶苦茶となっているんですよ。まあこれはですね、中国の中身ではありますので、まだ変わるでしょうか引き続き皆さんに報告していきたいと思います。この動画はここまで,でしたと思います。最後、いいねのボタンをお願いいたします。ありがとうございました。